ジョン・クライヤー。ジョン・クライヤーは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、映画プロデューサー。1984年に映画、恋人ゲームに出演して、デビューを果たし、ジョン・ヒューズ脚本の映画、プリティイン・ピンク、恋人たちの街角のダッキー役で有名になる。1998年には自身で脚本を書き上げ、ウェント・ツー・コニー・アイランド・オン。 エミッションフロムゴッド・ BE バックバイファイブを制作した。映画では有名な作品に出演したこともあるが、テレビでは成功していたとは言い難く、ザ・フェイマス・テリー・ゼット、パートナーズ、ザ・トラブル・ウィズ・ノーマルなど出演していた番組で、長く続いたのはなかった。しかし、2003年から放映されている CBS の、チャーリー・シーンのハーパー・ボーイズで、 主演のチャーリー・シーンと対照的な役柄のアラン・ハーパー役にキャスティングさ、プライムタイムエミー賞助演団優勝、コメディ部門にン度ノミネートされた。クライアーはよく俳優のマシュー・ブロデリックと間違えられることでも知られている、口述。母は俳優、歌手のグレッチェン・クライアー、旧姓、カイガー、父は俳優、歌手、 プロデューサーのディブッド・クライアーで、ロビンとシェリーの二人の姉妹がいる。クライアーは12歳の時に俳優を志した。これを聞いた母親は、息子には、俳優以外の選択肢も必要ではないかと考え、廃慣行も悪くない職業よと冗談を言った。10代の頃にクライアーは、俳優養成のためのサマーキャンプである、ステージドアマナーを卒業した。1984年、 当時19歳だった、クライアーは、ロマンティックコメディ映画、恋人ゲームの主演、チャールズ・カミングス役でデビューを飾った。その後、テレビ映画で何本か脇役を務め、ジョン・ヒューズの映画、プリティイン・ピンク、恋人たちの街角のフィルダキー・デール役で、脚光を浴びる。当時は、世界中のティーン・エイジャーの少女が電話をかけてきて、金切り声や笑い声を、留守番電話に残していった。 クライアーの母はデイリーニューズのインタビューで語っている。この作品のヒットで有名になり、1987年にスーパーマン四最強の敵で悪役レニー・ルーサーを演じた。1991年、ジム・エイブラハムズのコメディ映画ホットショットでチャーリー,ーンと共演し、この時の評価は良かった。クライアーはブラッドパック俳優の一人とされることが多い。 2009年に行われたでのインタビューによると、クライアーは、ブラッドパック映画とされる、セント・エルモス・ファイヤーのオーディションを受けたことがあるが、落選した。映画に比べ、クライアーのテレビ出演は不調で、1989年には、コメディドラマザ・ヘイマス・テディ・ゼットで主役を務めたが、評判は悪く、このドラマは、第一シーズンのみで終了し、続編の制作は、キャンセルされた。 1993年、ロンドンで舞台に上がっているとき、フレンズのチャンドラー・ビング役のオーディションに参加しないかという誘いがあり、彼の演技はイギリスのキャスティングエージェントによって収録されたが、最終決定前にビデオテープがアメリカに到着しなかったため、採用は見送られた。1995年、シットコムでボブ役を務めた。この番組は第1シーズン放送後に打ち切られた。 でのインタビューにおいて彼は、ねえ、なんだか僕の出る番組はみんなダメになってしまうみたいだ。ジョージ・クルーニーは28のパイロットとかに出たことを考えたよ。意味はないけど。と話した。ダーマグレッグや、にゲスト出演を果たした後の1998年、自主制作映画 Went to Pony Island On、A Mission From God B.E. Back by 5が、批評家たちの間での評判が良く、 プレボノは新鮮な息吹が入り込んできたと評した。2000年でメインキャラクターを演じたが第1シーズンで打ち切りとなった。2003年、クライアーはチャーリー・シーンのハーパー・ボーイズでアラン・ハーパー役を演じた。過去の出演作がみな失敗したことを知る CBS の重役たちはクライアーの起用に反対していたが、この番組でクライアーは プライムタイムエミュー賞で3度ノミネートを受けることになった。番組の高視聴率を見て彼は、毎週生き残るために戦っている番組に出ている時は、自分の素質はそんなに働いていないと感じ、自分の素質が信じられなくなる。でも、人々がとても気に入っていて、視聴率も高い番組なら、そんなプレッシャーを感じなくなる。と言った。チャーリーシーンのハーパーボーイズの前に SCI フの ギャラクティカ、ギャラクティカでガイアス、バルター役を演じることになっていたが、交番し、ジェームズ・キャリスが担当することになった。2008年、クライアーは、ローレンス・フィッシュバーンとジェームズ・クロムウェルと共に、に出演し、2009年には、ジェームズ・スペーダーと共に、に出演するとされている。2010年8月、テレビガイド紙によると、 チャーリーシーンのハーパー・ボーイズの1エピソードあたりの推定出演料が55万ドル、日本円で約4、675万円であることが分かった。2011年10月、経済誌ホーブス氏がテレビ界で最も稼いでいる俳優のランキングを発表し、2010年5月から2011年5月までで1、100万ドル、日本円で約8億3、 600万円を稼いで5位にランクインした。クライアは、イギリス生まれの女優サラトリガーと1999年に結婚し、息子、チャーリー・オースティンを設けるが、2004年に離婚。2007年2月にザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・デノに出演した時、芸能レポーターのと結婚する予定と発表、2007年6月に二人はメキシコで式を挙げた。 2009年9月には赤ん坊を幼女として迎えた。2009年5月28日、トリガーの現在の夫が自分の2歳になる息子の首に紐の跡が見つかったと警察に通報した。その結果、彼女は児童虐待の罪で逮捕され、逮捕された日の夜に10万ドル払って釈放された。2010年1月15日、クライヤーは警察に 自分の前妻が殺し屋を雇ったと話した。その結果、翌週に行われた、チャーリーシーンのハーパー・ボーイズの収録は、クライアーの身の安全のため観客なしで行われた。マシューブロデリックによく間違われ、でのインタビューでは、一下のように話した。冗談として彼は、チャーリーシーンのハーパー・ボーイズで兄弟の腰痛を、医者に見てもらうため自分が、ブロデリックだと言い張り、医者になぜ、 フェリスはある朝突然にの続編がないのか寝られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。